ジャックナイフの居場所はストームドレインの近く。古いランナーの訓練場の屋上だ。警官がうじゃうじゃいるな。とりあえず用水路伝いにハンポンタウン地区へ向かい、スタートポークスを信じて調査を進めています。ポークスは先ほど母室で撃たれて死亡しているところを発見され、あっ、現地は容疑者の人たちが
かく進め。警官隊もそこまでは来ない。待て、無線を傍受した。そこに潜むことは読まれていた。前方にスナイパーが配備されている。
タウンのアクセスポイントだ。そこを出ればジャックナイフは近い。
ジャックライフはポープの事件について何か知ってるはずだ。いいな、絶対に逃がすな。確かに奴はいいランナーだった。今は誰のために働いてるか知らんが。
どうした珍しいな。イカロスとポープ殺しの関係を教えてほしいの、ジャック。犯人は警官だろ。それは違うわ。プロレスは好きか、フェイス。ポープはプロレス好きで、トラビス・バーフィールドを警備に雇ってた。元レスラーで、現役時代のリングネームはロープバーンだ。だから何だって言うの？ロープバーンはただのならず者だ。しかも、身の程知らずで、いつも高望みしていた。大きな魚を求め、さらに大きな湖へと入っていくタイプなのさ。こいつはどうにも気な臭いと思わないか。ま、頑張って調査しな。ロープバーンのところへ行くなんて聞いてないぞ。いえ、ミラーに会いに行く。どういうつもりだ、ジャックナイフのことを教える気か。それはしないわ。ケイトが何と言おうと、彼は警官だし。奴か。ええ、車に向かってるわ。ミラー警部補、私はフェイス、ケイトの姉です。姉がいるとは初耳だ。あの、ずっと離れて暮らしてましたから、妹は事態が悪化したらあなたを探せと。ケイトは拘束中だ。おい、現場から逃走した容疑者というのはお前じゃないのか。銃を突きつけられてちゃ思い出せるものも思い出せない。お前の仕事は知っているぞ。あれは罠だと思うでしょう。ああ、ケイトに殺人は無理だ。だが上の奴らはそうは思っていない。ケイトとは話すこともできんのだ。ところでイカロスって聞いたことあるかしら。いや。これに書いてあるの、ポープが持っていた多分日記の一部よ。それは証拠だろ。ケイトはたった一人の家族なの。警官が刑務所に送られたら長生きはできないわ。このままじゃどの道死刑だけど。邪魔はしない。ケイトには借りがあるしな。ただお前自身が危険だぞ。もし危険が迫った時は逃げることも考えておけ。走るのはお手の物よ。